どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、なんと楽天カードがですね、投資信託のね、購入する際のポイント還元率をですね、変更いたしますっていうのを発表しましたので、本日はね、こちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、楽天カードはですね、クレカ積立のね、ポイント還元率変更いたしますということで、今回ね、なんでこの情報をね、取り上げたのかという話なんですけども、まあ投資信託のね、話で、まあ基本的にね、まあマイルが貯まることに関してね、私の情報発信はさせていただいてるんですけども、今回ね、楽天のクレカ積立で、まあ、貯まるのは楽天ポイントなんで、まあ、楽天ポイントね、ANA マイル、JAL マイルに交換することができるので、まあ、これがね、まあ、いい点だなっていうふうに思うのと、またですね、今回改定があって、おすすめできるね、クレジットカードっていうのは、楽天プレミアムカードなんですよね。はい、皆さん知っている通りですね、楽天プレミアムカードっていうのは、プライオリティパスが年間何回でもね、利用することができるプレステージ会員で付帯しているクレジットカードっていう風になりますよね。ですので、今回ですね、こちら結構いい内容ではないのかななんていう風に思いますので、気になる方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。ということで内容にね、入っていきたいなと思うんですけども、こういった形になっておりまして、楽天カードの決済のポイント申請率を引き上げますということで、楽天カードはですね、このクレカ積立というのはちょっと前までね、1% 還元で非常にやられてた方ね、多かったと思うんですけども、まあこれがですね、本当に最初は楽天一強だったんですよね。まあその後 SBI とか入ってきて、で、最終的にですね、楽天カードはこのクレカ積立っていうのはですね、0.2% 還元までね、引き下げたんですよね。まあこれはまあ私たちがね、購入するような銘柄に関してですね、この 0.2% 還元までね、まあ引き下げたんですよね。まあこれを受けてですね、かなりね、SBI の方に移行した方もね、多かったと思うんですよね。またね、プラチナプリファードとかね、三井住友カードね、ポイント還元率繰り返してみたら今 5% とかまで上がりましたよね。まあそういうのもありまして、SBI 証券ね、まあかなり流れたと思うんですよね。まあこれを受けてだと思うんですけども、まあ今回ですね、楽天カードが、まあカード別でですね、ポイント還元率をね、引き上げるっていうことを発表したんですよね。で、楽天プレミアムカードはですね、2023年6月買い付け分からですね、1% 還元になるっていった形になるんですよね。で、しかもですね、こちら、私のね、動画で紹介させていただいているこちらのルートありますよね。まあ、各社アメリカンエクスプレスから au pay プリペイドにチャージしていただいて、まあ、これが7個、もしくはワオンで購入していただいて、楽天キャッシュを購入していただくとですね、お得にね、投資信託、利用することができますよということで、またね、アメックスのね、決済修行とかにも役に立ちますので、結構お勧めさせていただいているわけなんですけども、これは楽天キャッシュですよね、最終的に。で、今回のね、改定は、楽天カードと楽天キャッシュね、別っていう風になっておりますんで、これを維持しつつですね、今回の楽天カードの投資信託ね、5万円まで利用することができるっていう風になりますんで、楽天キャッシュで5万。楽天カードで5万みたいな、合計10万円までね、利用することができるっていった形になるんですよね。これはね、非常にいいですよね。でですね、楽天カードは楽天カードで5万円で、楽天キャッシュで5万円、まあ積み立てね、利用することができるわけなんですけども、合計10万円ですよね。まあこれはですね、2024年からですね、NISA が新しくなりますよね。で、これが年間120万円まで利用することができるんですよね。まあこれの対策で、まあ今回ね、楽天カードで5万、楽天キャッシュで5万で、合計10万ってことは年間120万ってことは、来年から始まる新しいね、新NISA でね、年間110万使えるよねみたいな、まあこういった感じで今回ね、新しく制度をね、変更したっていった形になるんですよね。で、もう一個ね、注目したい点はやはりね、楽天プレミアムカードっていう点ですよね。まあ、こちらね、年会費が1万1000円かかるクレジットカードなんですけども、まあ、皆さんね、知っている通り、プライオリティパスがですね、年間何回でもね、利用することができるプレステージ会員で、こちらね、利用することができるんですよね。ですので、楽天プレミアムカードを発行していただいて、プライオリティパスね、希望していただければ、年間ね、何回でもプライオリティパスね、利用することができるっていう風になりますんで、マイラーにしてはですね、こちらがね、非常に強いメリットになりますよね。で、さらにですね、今回の発表で楽天のね、クレカ積立の還元率がね、上がるっていう風になりますんで、これはね、かなり大きいポイントですよね。で、この楽天プレミアムカード
ードでね、1万1000年会費かかりますということで、まあ、プライオリティパスがね、ありますので、まあ、個人的にはですね、年間1万1000ね、かかったとしても、まあ、いいのかな、なんていうふうに思うんですけども、不定市場のね、還元率も上がるっていうふうになりますんで、一般的にはですね、楽天で年間55万円ぐらいね、購入される方に関しては、この楽天プレミアムカードのね、まあ、分岐点なんて言われてるんですけども、このプライオリティパスがね、この年間1万1000で利用することができる。またね、今回ね、クレカ積み立てで、1% 還元が取れるっていう点で考えるとですね、まあ、特にね、気にしなくてもいいのかな、なんていうふうに思います。というのも、このプライオリティパスっていうのは、まあ、初年度年会費無料でね、カードで付帯して、利用するみたいな。まあ、そういったことはね、できるんですけども、まあ、いつかね、年会費を払わないと、このプライオリティパスのね、プレステージ会員で維持するってできないんですよね。私がね、保有させていただいている、セゾンプラチナアメックスビジネスカードとかね、まあ、ここら辺もですね、今、初年度年会費無料ね、まあ、去年までキャンペーンで、今はね、常設で初年度年会費無料になったんですけども、まあ、これもね、1年間は無料で利用することができるんですよね。ですけれども、2年目以降は1万1000円、まあ前年200万円使えば1万1000円。そうでなければ2万2000円かかってくるクレジットカードっていう風になりますんで、まあ、どのカードを選んでもですね、2年目以降は年会費がね、かかってしまうっていう風になりますんで、まあ、それを考慮するとですね、今回のね、楽天プレミアムカードに、まあ、集結させて、またね、クレカ積み立てもこっちにしていただくっていうのはですね、このね、プライオリティパスをね、ずっと維持されたい方に関しては、かなりね、いいのではないのかなと思います。この楽天のプライオリティパスに関してはですね、先日ね、紹介させていただいた中部国際空港の、対象のレストラン、またね、スパに関しても、こちらね、利用することができるっていう風になっておりますんで、まあ、この点でもね、かなりいいのではないのかなと思います。ということで今回ですね、楽天カードがクレカ積み立てるね、ポイント還元率変更をね、発表いたしましたので、解説ね、させていただいたわけなんですけれども、プライオリティパスをね、ずっと維持されたいっていう方は、まあ、今回の発表でね、楽天プレミアムカードに切り替えていただくのもね、まあ、全然いいのではないのかなと思います。まあポイント還元率だけをね、見てしまうとですね、まあ、今回ね、プレミアムカード 1% 還元になりましたけども、年間1万1000かかりますよね。で、三井住友ナンバーレスとか、SBI 証券のね、クレカ積み立てやってる方で、ナンバーレスのゴールドの100枚の使用とかね、終わってる方は、あちらね、年会費もう無料になってますよね。で、クレカ積み立て 1% 還元っていう風になっておりますんで、まあ、ポイントだけね、見てしまうとですね、まだね、SBI 証券にね、軍配が上がるっていう風になりますんで、このね、プライオリティパスがね、かなり分岐点になるかな、なんていう風に思いますので、まあ、プライオリティパスね、ずっと維持されたい方に関しては、今回ね、かなりの朗報っていう風になりますので、ぜひね、発行検討していただければな、と思います。今回の発表を受けてですね、楽天証券とかね、楽天カードとか、ここら辺ね、発行されたいっていう方は、ポイントサイトに楽天証券と楽天カード両方あったと思いますので、まあ、概要欄に載せておきますんでね、ぜひね、こちら取りこぼさないようにね、していただければなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。